はじめまして、こんにちは。豆と申します。今回が初実況ということで、すごい今ワクワクしております。で、今回プレイしていくのが魔界ファンタジーというゲームなんですが、一つ断っておくことがありまして、チャプター0と1だけちょっと見てしまったのですみません。ただ、物語の核心とか、エンディングとかはまだわからないので、皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。では早速始めていきたいと思います。ニューゲーム。ペンネーム、未定のひろしさん。このゲームはフィクションです。実在の人物、団体など一切関係ありません。探索メインです。ストーリーは気にせず探索をお楽しみください。ゲームを始めます。チャプター0、人食いの館。もう最悪。なんで車が故障するの？なんでだろうね。なんでって、あんたの車でしょ？この前車検に出したばっかりなんだけどな。暗くなってきたし、歩くのも危険だ。携帯も繋がらないし、どうしよう。ところで寝るなんて嫌よ。どうされましたか？車が故障しました。携帯も繋がらなくて、レッカー車を呼べないんです。それは大変ですね。もうすぐ日没。この辺りは真っ暗になって、歩くのは危険です。土地勘がなければ遭難してしまいますよ。そうですよね。困ったな。もしよければ、私の家で泊まりますか？いいんですか？困った時はお互い様です。ご主人様も喜ぶでしょう。初めて会ったばかりの人にそこまで迷惑をかけるわけには。なに、問題ありませんよ。しかし、だったらあんただけ車内で寝れば。私一人だけで行くから。わかったよ。せっかくだから大いに甘えよう。それではご案内いたします。ようこそ。ブラウスから話は聞いているよ。車が故障したんだってね。今日はここに泊まってゆっくり休んでね。ありがとうございます。僕の名前はマスター。よろしくね。よろしくお願いします。美月さん、どうしたんだい？すみません、考え事をしてただけです。久々の客人で嬉しいよ。僕は引きこもりがちだからね。ブラウス、彼らを大浴場に案内しろ。長旅で疲れているんだろうからね。いい湯だね。ブラウスさんの話によると、近くの山から温泉を引いてるらしいよ。覗いてるのは分かってるからね。覚悟はできてる？また謝ってきました。待ってくれ。光を調べたら覗けるなんて思わなかったんだ。別に覗こうと思って覗いたわけではない。本当なの？本当だ。なら今回は許してあげる。でも次はないからね。もう一回覗きましょう。次はないって言ったよね。聞いてなかったの？待ってくれ、操作ミス。お風呂を覗いただけで、殺されてしまいました。ゲームオーバー。じゃあ、進めていきましょう。その後、僕たちは食事をご馳走してもらって、たわいのない話で盛り上がった。その日の夜。親切な人がいてよかったね。そう。ごめんなさい。そうだね。どうしたの？ここに来てから考え込んでるみたいだけど。ねえ、こんな話知ってる？ある山に山菜採りに来た男の人が遭難しちゃって困ってたそうだ。でも羊服を着た男の人が突然現れて、館に案内してもらったそうだよ。
館の人たちはとても親切で、お風呂に入れてもらったり、食事をご馳走してくれたり、至れり尽くせりだった。でも男はふと気づいてしまった。館の人たちに影がないと。それに、正気も感じない。彼は試しに羊を隠し撮りしてみたんだ。そうしたらなんと、写真に羊の姿は映らなかった。何かの間違いだろうと、メイド、使用人、そして館の主を撮影した。だけど結果は同じだった。やばいと感じた男は館から逃げることにした。その呆れたような表情は何だ？どうせ逃げられずに館の幽霊に取り込まれたとか言うんでしょ？よくわかったね。バレバレよ。怖くないの？あなたのそういう話は聞き飽きたのよ。それに私は幽霊とか信じてないから。それは残念だ。京子ちゃんにこの手の話をすると面白いほど怖がってくれるんだけどな。最低ね。ちなみに今の話は僕の創作だから気にしないで。気にしてないわよ。でも京子ちゃんにその話したらダメだからね。ははもちろん京子ちゃんにも話すぞ。きっと怖がってくれるはずさ。本当に最低な男ね。ボコボコにされればいいのよ。さっき爆発されましたよ。そんなひどいこと言うなよ。もう動ける。話していこう。最低。私疲れたから寝るけど、あんたも早く寝なさいよ。疲れてるんでしょ？ということで、おやすみなさーい。寝る。まあ、さっき。早速、戦いが始まりました。ゴーストが出現。人だったものが出現。FF っぽいような。いつきの勝利、お金を3万円手に入れた。すげえ。くわぁ。やっぱりこうなっちゃったか。何予想してたの？なんだったっけ？紫じゃない。あ、ごめんなさい、忘れました。が、いない。やれやれ、せっかくの休暇が台無しだ。まあいい。まずは、探そう。ごめんなさい。なんだったっけ？とりあえず、はい。おばさんに話しかけよう。いらっしゃいませー。購入する。とりあえず、はい、お金はあるから、どんだけ買っても大丈夫ですね。これなんか良さそう。魔力回復を買っとった方がいいのかな。気を買っとくか。力が全回復する。よし、このぐらいで。行きましょう。お金が足りなかったら通路にいる敵を倒してね、3万円もくれますからね。作者がラスボス以外のバランス設定を放棄したから、3万円あれば十分だけどね。確かに。じゃあ、早速、進めていこう。紫じゃなくて、何でしたかね、名前。忘れちゃった。どこに行くか。今のうちに女用の服じゃなくて入っていきましょう。ここは後回し。そうなんだ。音がないと怖いですね。端から順に見て。開かない。作者がめんどくさがってマップを作らなかったようだ。ここは自分たちの部屋か。あ、というところで、ちょっとお時間が来てしまったので、一旦ここで中止します。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。バイバーイ。